はいどうも、DJ まゆと申します。本日はスカイリム SE 本体の日本語化を行っていきたいと思います。以前にも日本語化の動画アップロードしたんですが、新しくスカイリム AE 並びにスカイリム SE 1.6 バージョンがリリースされて、そちらの方だと日本語化できない部分があるんですね。なので完全な日本語化を目指す場合にはこちら邪魔なのでダウングレード、前のバージョンに戻す作業も行っていきたいと思います。なので古いバージョンに戻してそれを全て日本語化するという工程になります。というわけで早速やっていきましょう。 Steam クライアントを立ち上げて左側のゲームの一覧から The Elder Scrolls V スカイリムスペシャルエディションを探す。右クリックでメニューを開いてプロパティアンインストールでゲームを一度削除します。アンインストールが終わったらスカイリム SE の日本語版をインストールします。ザ・エルダースクロール5スカイリムスペシャルエディションを右クリックプロパティから言語タブで日本語にしてインストール。インストールの待ち時間に TKTK さんのブログに向かいます。 TKTK さんのブログでスカイリム SE ローカライザーという簡単に日本語ができるツールを提供してくださっております。遠慮なくダウンロードさせていただきましょう。もちろん感謝とリスペクトは忘れずに。ダウンロードしたらスカイリム SE ローカライザー 7G を右クリック 7zip スカイリム SE ローカライザーに展開。インストールの終わったスカイリム SE 日本語版のスカイリム SE データフォルダを開いてスカイリムパッチ BSA とスカイリムボイス JA0BSA の2つをスカイリム SE ローカライザーのフォルダにドラッグ&ドロップ。日本語版はもう必要ないのでアンインストール。先ほどと同じようにプロパティから言語タブを開いてイングリッシュを選択してインストール。インストールが終わったら念のためプロパティからローカルファイルを選んでゲームファイルの整合性を確認を押してチェック。AE 版や SE 1.6 バージョンアップデートされた方は一部英語のままになるので、それが嫌な場合はアンオフィシャルスカイリムスペシャルエディションダウングレードパッチャーを使って 1.5.97 にダウングレードしてください。使い方はとても簡単です。まずネクサスモッツでパッチャー .exe をダウンロードします。ツールを起動する前にスカイリム SE 本体 MO2 などのモッド管理ツールなどは全て閉じておいてください。ダウンロードしたファイルを解凍してパッチャー exe を起動。Windows の警告が出るかもしれないけど無視して実行をします。私の時はこんなエラーが出ました。見つからないから手動で Skyrim SE EXE をしていてねという内容です。スタートパッチングをクリックしてダウングレードを開始。赤枠の部分に Finished Patching と表示されたらダウングレード完了です。アンオフィシャルスカイリムスペシャルエディションダウングレードパッチャーでうまくいかない方はこちらの動画で解説している方法を試してみてください。またアップデートがあった時にツールが存在せずに困らないように自己解決できるよう覚えておくと良いと思います。チェックが終わったらスカイリム SE ローカライザーフォルダーにあるスカイリム SE ローカライザー .bat をクリックして起動。完了しましたという表示が出たら適当なキーを押してプログラムを閉じます。スカイリム SE ローカライザーのデータフォルダーをスカイリム SE.exe のあるフォルダーにドラッグ&ドロップ。ファイルは上書きにして OK です。音声も日本語化したい場合はスカイリム SE EXE のあるフォルダーのデータフォルダーにあるスカイリムボイス EN0 BSA を適当にリネームします。念のためバックアップをしておくのに名前を変えます。今回はスカイリムボイス EN0bup.bsa にしました。スカイリム SE ローカライザーにあるスカイリムボイス EN0 BSA を
スカイリム SE EXE のあるフォルダーのデータフォルダーに移動。これで日本語音声、日本語字幕になりました。どうしても日本語化がうまくいかない場合、スカイリム SE フォルダー内のデータフォルダーの中にあるストリングスフォルダーの中の3つのファイルのなんたらなんたらジャパニーズのジャパニーズの部分をイングリッシュに直してみてください。元からあるなんたらなんたらイングリッシュは上書きするか削除するかして OK です。はい、というわけで日本語化終了でございます。これでスカイリム SE が日本語テキスト、日本語音声で楽しめます。日本語音声じゃなくて英語音声がいいよっていう方はそれはそれで構いません。まあどちらかというと英語音声に慣れておいた方がいいかなとは思います。いろんなモッドで音声付きのモッドとかあるんですけども、そういうのはほぼほぼ英語なのでセリフが。だから日本語にしちゃうと日本語と英語が混在しちゃう。私はそんな環境なんですけども、なっちゃうので、もし迷っているのであれば、英語音声、日本語字幕をお勧めいたします。スカイリム SE の日本語化、すごく簡単だったと思います。これがすんなりできないと、今後モッドを導入していく上で、ちょっとまずいよっていう感じなので、もしわからない部分とかあれば、ご自身で Google などで検索すればたくさん情報出てきますので調べながらうまくやってみてください。はい、ということで本日はこの辺りにしたいと思います。皆様のスカイリム生活がとても素敵なものになりますように。 BJ まゆでした。バイバイ。真面目に遊ばぬやからには体で覚えさせるぞ。背がた三四郎、背がた三四郎、チャンネル登録しろ、してね、お願いします。